はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダウンタウン熱血時代劇、じゃあ続きからやっていきましょう。そう、忍びの里ですね。忍びの里にたどり着いたところで、あ、最強のおばあちゃんだ。じゃあ左へ向かいますか。ここは敵は出ないのかな、この区内みたいなやつ。俺はなんでこれを持ってるんだ。まあせっかくだ、持ってくか。あ、中吉郎行って、山城じゃん。あれ、山城ってだってあれじゃないの、手形がないと入れないんじゃないの。すげえ、手形がなくて入れたんだけど。俺は何のために手形を手に入れたんだあんな苦労して。いや、でも手形がないといけないところはもっとあるはずだ。確かもう一個あった気がするんだけど、なかったっけ。てか中吉郎ごときと戦いたくないんだけどちょっとゆっくり散策したいな山城。ま、負けた。まあいいか、もうそろそろ倒せるはずだ。まあ、さっきこいつらもう金持ってないからね、時間の無駄なんだよ。よーし、左は行けない。ここはモミジが綺麗なところだな。グラフィック的にあんまり綺麗ではないけど、あ、行けねえな。あ、下か。え、謎の黒忍者軍団、なんだそれ、初めてだ。うお、こいつら何者なんだ一体。てかいくら持ってるんだ。2006円、金次第だな。金次第によっては戦う価値あり。忍者か、忍者がね、金持ってるっていうイメージ。あ、でもな、山賊いっぱい持ってたからな、イメージだけで決めてはいけない。2031円、山賊の方が金持ってんだ今しかも必殺技使ってこなかった、ニトロアタック的な。2056円、微妙だ、微妙すぎる。お、いて、こいつら必殺技を使ってくる。その割には全然金を持ってないという。でもな、持ってるやつ人によって違うからな。あれ、こいつ一条じゃん結局は中の人は一緒か。その程度か。いや、お前がその程度かだよ。ほら、ははは、こいつはもう頭いっちゃってるな。それほど過酷なのか、忍びの道は。若干素早い気がするな。気のせいか、単なるイメージか。森本ちょっと敵かと思っちゃったよ。普段見慣れない格好だからな。おお、ニトロアタック。あれ、ニトロアタックか、本当に。なんか必殺技見たとき神足みたいなのがあったからな、それかもしれない。なんか素早く近づくみたいな、そんな必殺技があった気がする。むぎゅぎゅで、あれどっから来たんだっけ、なんか忘れちった。左に行くか、とりあえず。じゃあ、お、三十郎姿じゃねえか。待て、貴様どう見ても怪しいな。さては奴らの仲間だな。災いの種はここで摘み取るぜ、覚悟しな。いきなりですかい。ちょっと待って、姿、お前仲間だろ、俺たちの。熱血高校でキャプテン副キャプテンとして友情を築いてきたのに、それがこんな扱いとは。まあかわいそうだが、刀のサビにしてくれる。くる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 、強い、マジ強い、これガー。ヤゴロウのドス、こいつどうなんだろうな、嬉しいのか。あ、俺のドス使ってくれてるって強いなあんた、容赦なしだもんな。世の中厳しいぜガク。え、死んだ、ちょっと姿。三十郎、おのれ貴様、
サオトメじゃん。おい、待て待て待て、ま、戦闘かよ。ちょっと今コントローラーから一瞬手を離してしまって。サオトメか。ほら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 、当たらない。ちょっと軸がずれてて当たらない。レベルアップ。あー、お前のドスは役に立ってるぞヤゴロウ。てか最強だこれ。貴様のようなやつがいるからこの世の中は。クハ、やばい、クリマサこれ完全悪党だぞ。周吉郎一家、お前らどうやって山城に入ってきたんだ。通行手形がないと入れないはずだぞ。山城への入り口は一つだけ。はて、本当にそうじゃったかの。確かに俺も裏口入学してるからな。最近は怪しい人たちが多くてちょっと怖いんですよね。すいません、姿と早乙女殺しちゃったよ。あ、こっち行けねえ。セリフ変わんのかな。そういえば、あ、変わんねえわ。あのおばあさんが特別だったのかな。あ、こっちなんだ。なんだね、わしは何も知らんからな。嘘つけ、そんなことはないだろう。何にも知らなそうだ、見逃してやるか。どうなっちまうんだかねこの国は。うん、ちょっと山城はかなり物騒かな感じですね今。宿屋行ってもな、高いだけだからな。ここは山城です。うん、知ってる。まあ何があったとしてもなるようにしかならんのじゃ。ゆっくりしていきなさされ。さすがご老人、悟っておりますな。お前さん、あまりこの辺りをうろうろしない方が良いですぞ。最近守護隊の者たちがなんだかピリピリしてるんだよね。え、姿ってもしや守護隊だった。ごめん、倒しちゃったよ。お、小次郎、紫じゃないか。ん、ちょっとすまないが、この辺りで不審な男を見かけなかったかい。ギクギクギク。いや、特に見てねえが。そうかい、ところであんた、いや、人違いか。そうだ、人違いだよ。ここには悪党がゴロゴロしている。とっとと立ち去った方がいいぜ。じゃあな。危なかった。まだ姿と早乙女が死んだことには気づいてないようだな、この城の人たちは。なんか怒ってるし、拾ってこう。おー、これ投げよう。すげえ、レーザービームだこれも。ここは長屋か。ここにお侍さんたちが住んでるのかね。そうするとてか、どこに向かえばいいんだ。神禄か、あれ戻ってきちゃった。こう来て、そっか左から行ったのか。じゃあちょっと右の方に行くか。不法侵入してきたからな俺たちも。通行手形は持ってるけど正規ルートではない。悪事を企む侍たちだ。マジか。え、マジで、ここほんとやべえな治安。悪事を、やばいやばいやばい、杖、刀取り出してくるのかよ。敵がちょっと強力になってきたな。ゴスゴスゴスって。すげえな。いや、ヤゴロウのドスがこれは投入するときが来たか。ザコ敵でもそこまでではないな。普通にマッハキックで対応できる。一条、お前が刃物を持つなど。いってー、やばい、切られた。100年早いわ。成敗してくれる悪事を企む侍とも。こいつら束になってかかればこの町を制圧できるんじゃないか。悪事を企む侍多すぎだろ。やはり治安は悪いのか、ここは。あ、金だ金。ちょっと待って、こいつを倒したかな。しよう。いっていっていって、やばいやばい、ヤゴロがやばい。鶴松も結構やばいけど、ヤゴロは気力もない。3200円。いかなる時も金のチェックは見逃さない。3200円。全然持ってねえな。100円単位で持ってるかと思ったら61円だから。あれ、こいつ結構持ってたな。やっぱ人によって違うのか。そうか、ってことは第一正体を壊滅させるのでいくら手に入るのかが重要なんだな。なんかようやくちょっと分かってきたな。ちょっとメニューで玉っころがいっぱいあるからな。スキルツリーを解放していくか。
精神統一、立ち止まって記憶回復、チャキーンで、マッハパンチ2で、で、こっちに行こう、体力アーって OK で、必殺技マッハパンチ2、張り手はいらない。あれ、マッハスイングがある。あ、そうか、達人メガネがあるから吸い取ったのか。一応覚えとくか。あと、マッハフミフミ、影分身、神足、すげえな、大裏切り、これもちょっと覚えとこう、爆走切り、低空ジャンプで切り抜ける高速の必殺切り、よくわからんけど覚えとこう。こんなもんか。そうか、そうすると達人メガネはかなり重要だな。だってこの必殺技をもし全部買うとしたら相当金かかるぞ。影分身だって2000円だったもんね。スキル、精神統一、立ち止まって回復、立ち止まってみましょう。ああ、回復した。今回復しましたね。ちょっと時間かかんな。うん、1メモリ回復するのにやっぱそこそこ時間はかかるか。あとちょっと技がわかんないから、必殺技の使い方をちょっと説明書で見ないとわからない。なんだっけ、マッハスイング、マッハスイングはまあそのままでしょ。マッハフミフミ、ダウン中相手の上で AB 同時押しまたは Y。 なるほど、ちょっと使いづらそうだ。あとここら辺はないから、あとなんだっけ、影分身だ。 A を押しながら上下、 B を押しながら上下使いづらい。神足、ダッシュダッシュ、あとは一刀両断とかなんだ。あ、オーラ切りだ。抜刀中 A 長押し。まあオーラ切りは多分サオトメから取ったんだろうな、達人メガネで。爆走切り、抜刀中ジャンプ着地同時に A。 あ、あれか、 OK。 ちょっと必殺が多くなってきて分かんなくなってきたけど、とりあえず今覚えたものをちょっと試してみると、神足がダッシュダッシュ、これか。シャキーン、おお、なるほど、敵の目の前まで行けるのか。おお、そういうことね。あと刀を出してジャンプして、ジャンプしてほい、お、すげえすげえ、かっこいい。あとオーラか。んいつ溜まるの、もういいのこれ。強いんだか弱いんだかわからん。あとなんだっけ、あ、そうだ、刀ちょっとします。 A をしながら、いや、ちょ、お前うるさい。A 上下、 A 上下、 A をしながら上下だっけ。お、出た出た出た、おお、なんだなんだ、おお、すげえ、こいつ悪党とみなされてるお前怪しい、成敗する。すげえな、これノーリスクで出せんのか、影分身って。あれ、出てきちゃった。通行手形を持っているようだな。山城へ入るか入ります。よし、これでようやく正規で入ったな。てか山城で何すんの、俺裏口入学したんだけど。あ、こっちによろず屋がある。なんか特殊なのあるかな。ないな。天女の着物だな、とりあえず1万円。てか俺何買うんだっけ忘れちゃった、謎の店とかも。お、ここにもよろず屋がある。あ、スクリューがある。ニトロアタック、ハイパーガード、ワープシュート。どうだろうな、何がいいんだろうな。1000円か、ちょっと弱そうだけど、なんか達人メガネで吸い取れそうだからな。おばあちゃん、まあそんなに怖い顔をしてないで、お団子でも食べて落ち着きなさいな。このゲームのご老人は悟りを開いてるな、みんな。尺八、尺八好きとかがどれくらいの威力を誇るかだよな。ちょっと特殊な武器っぽいっすからね。あ、なんだ、今度は負けねえぞ。あ、三十郎、何、死んでなかったか、よかったよ、お前が死んだかと思ったよ。出てきてくれて嬉しいぜ。おら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 、まあ、まとめて倒してやるけどな。いやー、危ない危ない、ヤゴロをちょっと武器を持たせたかった。おーおーおー、ここで読めなかった。
ん、これで終わりか。あれ、ここに戻ってきちゃった。神六一家、お前らだからさ、どうやって入ったんだよ。みんな手形持ってんのこいつら。こんな雑魚が一人一人手形持ってるとは思えないけどな。虎蔵一家とかになると、まあ、ちょっとわかるな。あれどこだマジで。行って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 、どこへ行けばいいんだ。また目的を見失ってしまった。俺の生きる道がわからない。人生に迷った。あ、行けねえし。こっち上とかにね、たまに謎の店があったりするから、一応この一列全部調べとく価値はなかった。さらばだ。山城に来てまでお前らと戦う義理はないぜ。いけねえ。なんなんだ。え、手形手に入れたから山城とはちょっと、あれ邪魔だな、外そう。このワープするみたいなやつちょっと外します。使いづらい。あ、影分身ある。ちょっと影分身使ってみよう。神足か。いらない、これ。空竹切りもいらねえな。爆走切りはちょっと必要。オーラ切りもちょっと試したいからな。よし、ちょっと試すか。ひでえ、蹴られるんだけど、これ。ひどくない？シャキーン。少ない？おっ、つえ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 。ここで、シャキーン。おぉ、いいね。あのお金が消えちゃうよ。消える前に取れた。あとなんだっけ、あ、爆走切りか。ジャンプして、ほい、お、ついついつい。てか、ヤゴロウの毒が強いんだよ。あ、これ何、コンボになる。シャキーン。シャキーン。シャキーン、みたいな。おお、刀が結構面白くなってきた。気力がないけど。兵糧丸はちょっと取っときたいっていうのもあるからな。ヤゴロウ鶴松が若干ピンチだな、やっぱり。立ち止まって気力回復もな、そんな時間ねえし。だ、気力がもう少し減らなければ刀はもっと有効活用できたんだけど、気力が減りすぎだからな。まあ、そこは兵糧丸を飲むしかないのか。すべーんと。てかマジで人生迷ったぞ。どこへ行けばいいんだ。誰か俺に人生の生きる道を教えてくれ。こっち側なんだっけ。あ、そうだ、町に戻るんだ。え、ってかお城とか入れないの。お城とか団子食ってくか。団子を爆食いしていこう。和菓子、和菓子かな。そうすると和菓子を大量に食う。5個食ったから100は回復したな。よし、和菓子食いすぎだろう。もう甘いものだけ食うと、あ、いけないんだこっち。飽きますからね。甘いものとしょっぱいものがあればいくらでも食えるみたいな。周吉郎一家、こいつらはもういいや。仕方だ仕方。ここもなんもないか。この上か。そうすると、あれ、上行くとどこ行くんだっけ。あ、ここか。で、こっからこっちは行けない。わからんな。あそこは多分忍者の里でしょ。こっちは行けないんだよな。で、ここも行けないでしょ、どう考えても。岩があるし。行けない。で、こっちも行けないんだよね。行けない。で、こっちも行けない。ってなると、ここはもう本当に忍者の里へ通じる道だから、違う。忍びの里。え、山城はなんだ、何しに来たんだ。お、山賊だ、倒してこう。お、こっから出てくると早く倒せんな。出てきた瞬間蹴れる。時間の短縮になるな。よしよしよし。
ただみんな切り株を持ちに行ったの。切り株をあっちに集めれば、いてえ切り株うざい。いかんせんな、金が全く足りねえかんな、いろいろ揃えようとすると。やっぱギャンブルに走るしかないのか。助けて親便。こいつらの親便誰だ。山賊の親便。 OK。 ここは意味がないと。そもそも山城から離れた方がいいのか。中吉郎一家はどうでもいいと。ここも何もない。城に入る道とか、これが落っこってるだけだしな。何もない。で、町に戻ってきちゃったと。ここは宿屋だから。で、こっち行くと多分ね、これ出ちゃうっしょ。ああ、そうだよな。ちょっとじゃあ山城から離れるか。もう少し西へ向かおう。ここは河内。ちょっとまた道が分かんなくなっちゃったかな。ヒントがね、少なすぎるんですよね。いろんな国とつながっているよ。うどんでも食べておいて。もうそれだけだよ。河内です、河内です。お疲れさん、お疲れさん、お疲れさん。こいつらも同じことしか言わねえな。まあ、とりあえずじゃあ西へ行きましょう。西へ、西へ行けばなんかある、そう信じて。お疲れのようだね。さあさあ、そこのお店へどうぞ。どこの店だ。行きたい、帰りたい。疲れを癒してくれるお店、よろずやか。なんもない。ここもなんもねえな。なんか買ってくれよ。何も買うもんないんだよ。だから金がないんだよ、金が。神六一家、神六一家はいいや。とりあえずもうひたすら西へ突き進む。虎像、虎像も無視だな。変な洞窟みたいなところもあったよね。こっち下とか行けそうだな。行けんのか。行けねえ。行けそうで行けない。で、ここどこだっけ。どうだい。あ、そうか、こいつだ。で、ここは稲葉です。で、下行くとなんか伊勢の方に行くんだっけ。なんだっけ、越中に行くんだっけ。あれ、おうおうおう、俺たちを知ってるよな。だったら黙って出しちゃいな。そうだぜ、ポロッと出しちゃえよ。またあんたらですかい。銀八、力づくだ、ピッと行け。へい、おかしら。こいつら山賊か、もしや。山賊の親分ってこいつらかな。かなり、そんな感じがする。着てるものも。いや、金。これね、金、奪われるんだよね。攻撃食らうと。戻ってくるのかって言われると、ちょっと怪しいところがあるから。ちょっと、こいつら戦うのかなりリスクが高いよな。あ、やばいやばいやばい。これね、しかも取れないんだよ。どうなってんだ、まったく。いけて、やばいやばいやばい。やばいやばい、めっちゃ金が飛び出てる。ガードしたときはとりあえず大丈夫か。結局これ赤字になるんじゃねえか、タコが。覚えてるよ、タコが。完全に西村と沢口は山賊だな。山賊って金持ちなんだよね。こいつらがどうか知らんけど。立ち上がるのが早いからマハフミフミができないんだけど。やべ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 、2発食らった。今マハフミフか。結構早かったね、やっぱり。刀で速攻で蹴りをつけた方が良かったかな。5200円、5700円、500円持ってる。すげえ。で、こっち行くと多分越中に行くから、こっち行こう。神六一家、ちょっとマハフミフミやってみよう。
敵がいたら、いた、倒れるお前ら、こっちでや、避けら、引いて引いて引いて、ほら、え、え、マッサフニフニつけてなかったっけ、弱っ今見た超弱いんだけど、マッハフニフニ、運動会のマッハフニフニとは違うな。6か、だったら普通にこれ蹴ってた方がよくね。やばい、鶴松気力もない。あ、そうか、宿屋に寝ると全員回復できるからそれはいいのか。でも600円だからな。だってこれ13、18か、6、6、6、4発当たってるかな。だってこれ絶対蹴った方がいいよマッハフミフミは使えない、使い物になりませんね、これ。あ、スキルツリーあんじゃん。1個覚えていくか。体力5アップ、あと1個だー、経験2倍まで。マッハパンチは一応つけといて、マッハフミフミはいらない、完全に。あ、影分身、影分身試してないや。まあいいや、もう虎像一家、出雲か。出雲もなんかお札売ってそうだけどな。スクリュー2、張り手スペシャル、いらない。張り手スペシャルに至ってはパクったからな。出雲です、ありがたや、ありがたや。出雲大社はありがたいのか。縁結び、出雲の守り、出雲にいる間はって感じだよな。縁結びちょっと買ってみようっと。OK、じゃあ自分に装備させるか。出雲のじゃなくて縁結びの守り、防御プラス10。神様のご神力によって切れてしまった縁を結んでくれるお守り。え、伊勢のお守りの方がよくね同じ価格なんだけど。じゃあちょっとこれはお下がりなんで係長にあげましょう。縁結び、お前いい縁があるように。鶴松、鶴松なかなか昇進しないな。だってなかなか戦力なんねえかんな。活躍が見れたら尽力一家、活躍が見れたら昇進させてやってもいいけど、係長の次だから課長か。次はまあ一応鶴松もな、係長までのし上がったからな。梅三郎はできる主任って感じっすよね。ヒットポイント高いし、で矢後はちょっと調子のいい平社員今弱いなこいつら。あ、金も持ってないからな多分。ちょっとここら辺のやつらを乗せてな、行くか。さらばだ。おー、長門、ここがねちょっといまいちわかんないんだよな、何のために存在してるのかこの地域が。あとどこに通じてんのかも全然わかんないな。西日本は下とか行けそうだったけど、どうなんだろう。あ、肥前だ、肥前、ここも通行手形が必要そうだから肥前に突入しよう。長い、お、これはしんのすけ、しんのすけじゃねえし、通行手形を持っているようだな。肥前へ入るか。入りまーす。おお、町じゃないんだけど町を期待してたのに。あ、町だ、どっから出てきたんだ。うん、というところで、まあなかなかいい時間なので、じゃあ肥前に入ったところで、今回は終了して、まあちょっと今目的がわからなく見失ってますけれどもまあいろんなところへ、行きたいと思いますので、今回はこれで終了します。